はい。ドラクエ界のプリンスことユッキーです。今日こちら、ビレッジヴァンガードで、このメタルスライムのね、帽子、可愛かったんで買ってきました。いいだ、これ。これすっごい熱い、これ。結構熱い、これ。でですね、今回、タバコの喫煙動画。こちらです。ピースのアロマロイヤルの10ミリ。こちらが、携帯灰皿付きって書いてありますね。はい。買ってまいりました。携帯灰皿付きです。値段が500円です。ああ。その場で当たる。なんとか。これなんだこれ。ライターと、純銀製手打ち灰皿。両方6、400名に当たるみたいです。まあ、これは後で応募しとこう。ネットで多分応募できるのかな。よいしょ。まあ、500円って結構高かったは高かったけど。あ、これいいじゃん。やっぱライターよか。あ、すげえ。これ。ストラップみたいにこれがついてますね。で、見た目も結構、綺麗だし、ピカピカして、ピカピカってか、ツルツル。これね、もう一つの種類でライターがついてるのあったんですけど、これライターよか全然いいな。これどうやって開けんの？ライター。こんな感じに。開いて、この中に灰皿入れる。あ、普通にこれいいな。こう、スライド式。硬い。硬、これ。こんな感じでスライドさせて。でもこれキーホルダーとしても結構使えるんじゃない？ちょっとでかいけど。普通のライターのデカさ。まあ、結構いい素材っていうか、素材はいい素材使ってる。ピースアロマロイヤル。特選バージニアバの贅沢な香りとなってます。タールが10ミリ、ニコチンが1.0です。あ、これ 100S だね。100S タバコ。ロングサイズ。特選バージニアバを匠の技でブレンド。専任ブレンダーが時間をかけて数百もの葉を組み合わせから選び抜いた贅沢な香り。あなたもぜひ、ピースアロマをゆっくりと時間をかけてお楽しみください。ああ、これ、雑費の香りがする。ザ・ピースの、なんか、バニラ。ああ、結構雑費と変わんねえんじゃねえの、これ。雑費と変わんないような香りするな。いただきます。雑費と変わらん。すごいバニラの香りがするんですけど、
バニラの香りがするんだけど、なんか結構、こう、甘い香りじゃなくて、結構トゲのある香りなんですよね。バニラの香りがね。結局バニラアイスの香りじゃなくて、バニラの香りだから、結構バニラの、なんだ。バニラエッセンスとかって実際に舐めてみると、あれ、全然、甘くなくて、むしろ苦い感じ。なんですけど、ね。これはそれに近い。苦いというかなんか、ほとんど雑費と変わんねえんじゃないの？これ。雑費これ、これ。あ、マジ雑費と変わんねえ、これ。雑費と変わんねえわ、これ。多分。うん。うん。香りが非常にいいんですけど。ちなみにこれ6ミリの方もありますね。10ミリだけじゃなくて6ミリの。アロマクラウンってやつもあるみたいです。うん。まあ、ザーピースは、これの倍ですからね。倍と考えると、これで十分うまい。ザーピースを買うより、こっちを2個買った方がいい気がする。このピースのライター欲しいな、ライター。これ、これこれ。なんか灰皿がね、なんかね、なんかすごい皿みたいなやつ。ほとんど皿ですね、これね。灰皿ね。なんか、ろくでもなさそうな、あれだな。灰皿だな。ただの皿じゃねえか、これ。灰皿っていうより皿だぞ、これ。灰皿じゃなくて、皿として使った方がいいんじゃないか。厚さっていうか、底の、厚さが全くないぞ。普通の本当に、そこら辺の皿みたいなぐらいの、浅い皿ですよね。これでどうやって灰皿にとって使えと。あ、と思ったけど、あれか。これ純銀製だ、これ。しかも特製専用木箱付き。銀だ。銀だから結構、あれだ。価値的には高い。
価値的には高いのか。銀ってそんなに高いか。銀って。この程度の量だったら、銀だったら、あれ銀ってさ、100円硬貨ってあれ銀じゃなかった。なわけねえか。100円硬貨ってなんだろう。あれ銀ではないのか。まあでも金だ、まあどちらにしろこれ400名様だけですから、まあヤフオクとかで売れば結構な高値になるとは思うけど。まあライターよかはこっちの、なんか箱付きのね、木箱付きですから。こっちの方がなんか高い気がするけどね。純銀製だし。物としては高いだろうな。ライターはブルーチタン加工だから、大した物自体は高くはない。まあでも個人的にライターが欲しいっすね。ピースのライター欲しいよな。ピースのあの、あれでいいわ。ジッポが欲しい。うん。ジッポライター欲しいっすね。あっつ、これ。これ被ってると熱いわ。四つ星。これ四つ星ですわ。あー、今日はね、だいたいね、暑いんだよ。そもそも。今日はね、気温が暑い。なんだろう、フェーン現象かな？台風来たからフェーン現象なのかな？暑いね。うん、ということで、まあ、500円だったらまあ、あんまり、まあ、それなりに、うん。おすすめではあるけど、まあ。